男性に心のブレーキを外させる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが、 LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。好きな気持ちに従うことができればそれが一番いいんだけども、なかなかそうもいかないこともある。心でどこかでブレーキをかけてしまうことは男性も女性もあるんです。そこで今日は男性の好きな気持ち、そこでかけてしまっているブレーキを外させる女性にはこんな特徴がある、その特徴を代表的なものをご紹介をしていこうと思います。彼がね、あなたに対してどんな接し方をするとか、どんな思いを抱いているかということに関わらず、あなた自身がブレない心を作るためにはどうすればいいのか、彼がどう思っているかだとかね、どう思っていないかということについて、一喜一憂しない心の作り方についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ぜひご都合を合わせてこちらにお越しいただくと、まあ、あなた自身の、ね、心の奥底にある本当の自分の姿を見つけていきながら、ブレない自分を作っていくため、その自分軸を整えていくための方法について、ご紹介させていただいているので、まあ、ぜひ、ね、こちらにお越しいただければいいんだけども、まあ、今日は日常の、ね、男女の関わりの中で、特に男性が好きな女性に対してその好きな気持ちに、ね、素直に従うことができればいいんだけども、なかなかそうもいかないよねということで、どっかでブレーキを踏んでしまうことがある、そのブレーキを、ね、外させるためにはどうすればいいのか、そして男性にブレーキを外させる女性って大概こういうことやってるよね、じゃあどういうことなのかという、その特徴をご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介させている話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、新たな状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただいて、これはセミナーではなくて1対1でお話をさせていただくマンツーマンセッションなので、あなたのご都合に合わせてお申し込みくださいませ。ということで今日は男性に心のブレーキを外させる女性の特徴を代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、笑顔でいることなんです。これはまあ男女関係なく、まあ同性同士でもね、同じ話だと思います。何度もね、このお話をさせていただいていますが、まあ世界共通で、また年齢関わらず、笑顔というのは他人をね、受け入れていますよ、私はあなたの敵じゃないですよという、その味方でありますというサインなんですよね。もちろんその文化的背景とかね、笑顔の種類によって多少のニュアンスの違いというのはあるんだけども、まあ大雑把にね、ひとくくりで言ってしまえば、まあ、ポジティブな分類のメッセージなんです。一方でしかめっ面されたらさ、なんかあちょっと拒否られてるのかなとか、あ怒ってんのかなっていうふうに、まあお相手を警戒心で満たしてしまうことになるじゃないですか。あなたもね、なんかいつもこの人、私と会う時にはなんかね、眉間にしわ寄せてあーんとか言ってくるし、なんだろう怒ってんの、あ嫌われてるっていうふうにそれは思うし、一方で笑顔で接してくれるならば、あなんかこの人には話しかけてもいいんかなとか、あなんか私のことこの人好きで言ってくれてるんかな、少なくとも嫌いではないよね、そんなふうに思ってしまうじゃないですか。まあだから誰かで構わずね、笑顔でいる、四六時中笑顔でいる、それはなかなか難しいことであるかもしれないが、あなたがね、この人にはちょっと心のブレーキ外してほしいな、ちょっと私の方を走ってきてほしいなという人に対しては、まあ、極力ね、笑顔でいた方がいいよねと。いや笑顔でいるとなんかね、ちょっとこう隙を突かれたりとか、ちょっとねこう自分がなんかね下に見られたりとかするんじゃないかなっていうことを警戒されて、わざわざこうキリッとした顔をねされようとされる方もいるんだが、まあそういうお顔もね、まあ美しくて素敵なんだけども、でもね、笑顔でいるあなたの方がもっと素敵だし、笑顔でいるあなたの方がもっとね、彼は近づきやすくなる、あなたに対して心のブレーキ外しやすくなるので、ぜひね、まあしかも笑顔ってね、お金かかんないしすぐできることじゃないですか。そんなに負担もないんです。だから簡単にできることなんでね、それやっといて損なことは全くない以上、やっといた方が得だよねと。特にこの人には心のブレーキ外してほしいなと思う人にあるならば、なおさらのこと、笑顔で接しましょうというね、まあ当たり前といえば当たり前なんだけど、ついつい忘れがちなので1番目にご紹介させていただきました。さあそして2番目はこちらです。はい、
距離の近さなんですよね。この辺の距離の近さっていうのも個人差があると思います。もともとね、距離感が近い人、ちょっとおかしいなっていう人とか、もともと距離感がねすごく遠い人っていうのもいたりするので、何をもって近いかっていうのは個人差はあるんだけども、ただ、今まで以上にね、また他の人と比べて彼に対する物理的な距離の近さが、あれ近づいてきてるよねこの人、あれ今まではこの距離感で、話し合っていたのに随分顔が近づいてきてるよね最近ねとかね、今まではちょっとね空間空けて席に座っていたのに、なんか膝が当たるぐらいまで近づいてきて座ってるぞ、この人一体なんだっていうふうに、最初はね不信感、最初は警戒心になるんだけども、でも近寄ってきてくれるっていうことを、あそうなんだ、俺のこと嫌いじゃないんだ、あなるほどね、俺のパーソナルスペースに入ってきてくれる、あ彼女も自分のパーソナルスペースを俺に合わせて寄せてきてくれる、あっていうことは何、これ行っていいっていうことを、じゃあ行こうかなっていう、そんな気持ちになっていく、逆にねやっぱり距離が遠ざかってしまうと、あなんかこの人俺を避けてるんかな、あやっぱりちょっと俺近づいたら嫌われちゃうんかな、そんな風に思ってしまうから、あじゃあちょっとブレーキかけとこう、彼女に嫌われたくないし、彼女がねますます遠く行ってしまったら困るから、ちょっとね、自分で余計なことをするのやめとこうという風に思ってブレーキをかけてしまう、そうではなくて、あなたの方からねぐい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 とね、近づけてあげる、さっき申し上げたように、その近づくっていうのはどこまでかっていうのは個人差があるから一概になんとも言えないんだけども、今までよりも近いよね、他の人と比べて圧倒的に近いよね、他との比較、今までとの比較の中で、あなんかすごく近づいてきてくれるというふうに思ってもらえる、そう思わせること、それが結果的にね彼の心のブレーキを外させる、あ言っていいんか、あ彼女は俺のこと嫌いじゃないんか、あそうなんだ、じゃあ俺も好き、俺も近づいていくぞというように、ブレーキが外れていくという話、こういう話の中でもねご紹介させていただいています。その人のパーソナルスペースの広さとさ、割とこう物質的な、また物理的な距離の近さっていうのは割とね、心の距離に比例するという話、ここでもご紹介させていただいているので、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、このあたりを見ていただいて、逆に彼の方がねだからあなたの方にグイグイって来てるような時っていうのは、あなたに対して何かしらのね、欲求まがいの感情を持っていることになっている場合もあったりするから、その辺の距離感っていうのはうまくコントロールしてあげていただくといいのではないでしょうか。さあそして3番目はこちらです。はい、明確な行為なんですよね。私はあなたのこと好きなんよということをはっきり言われれば、あそうなんだ、じゃあ言っていいんだっていうふうになりますよね。人は誰でもそうなんですが、やっぱりそれがね自分にとってリスクになる、自分が傷つくことになるかもしれない、自分にとって損になることかもしれないと思うことに対してはやっぱり警戒心を抱いてしまうから、ブレーキがかかるんです。あ行けば必ず OK なんだ、あ行けば必ずねそれは、自分がね求めているものが手に入るんだ、それが分かればブレーキ外れるんですよね。なんでブレーキかけるかっていうと、今言ったように警戒心を抱いているからなんですよね。それは自分が嫌われるかもしれないぞとか、自分が傷つくことになってしまうんじゃないか、また逆にねあなたを傷つけてしまうことになるんじゃないか、トータルで考えたらマイナスになってしまうんじゃないか、そう考えるんだったら、じゃあ何もしなくていいかっていうことでブレーキ踏んで、それこそねサイドブレーキまでギュッとかけてしまってエンジンオフにしてねさようならっていうことになってしまうので、いやそうじゃないんですと、ちゃんとね走ってきて大丈夫ですよ、ここでちゃんと私待ってるから、だって私はあんたのこと好きなんだもん、だって私あんたのことを受け入れる準備いつでもできてるよっていうことを、日常的にね彼に伝えてあげる、なんとなく、伝わってるんじゃないかなとか、なんとなく分かってくれてるんじゃないかなという話ではなくて、もうはっきり、いや私あんたのこと好きよ、私あんたと一緒になりたいんよ、あんたと付き合ってほしいんよっていう、また言い方はねいろいろありますよ、今みたいな雑な言い方しなくていいので、もうちょっと丁寧にねお相手にそれが分かるように伝えてあげていただくと、あそうですか、じゃあブレーキ外してアクセルガン踏みで行かせていただきますと、いうことになっていくという、そんなお話でした。さあそして4番目はこちらです。はい、大切なものをね、委ねてあげてください。あなた自身が大切に思っているものを彼にちょっと預ける、あなた自身がね、これは表に出していない、あなた自身の心の中にある大切なもの、そういったものを彼に話をするということもいいかもしれません。お互いが大切なものを共有し合える関係になる。あ彼女は何、そういうものを俺に預けてくれるわけ、別に財布とかさ、ね、預金通帳とか預けろとかそういう話じゃないんだけど、ちょっとねこれ他の人には渡せないんだけどあんたには持っといてほしいんだとか、これは他の人にはねちょっと言ってない話なんだけど、でもねあんたには知っといてほしいからこの話はねちょっと言っとくねっていうようなことを言う。あそうなんだ、そういうことを何、俺に委ねてくれるわけ。あ何、そこまで俺のこと信じてくれてるの、あそうなの、じゃあ何、
俺行っちゃってもいいっていうことかなということに、まあ、なっていくと、まあ男女逆にした時もね同じ話で、男性はねあなたに対して本気になった時に、まあ、大切なものを委ねるとか、まあ共有のね、秘密をまあ、持とうとするというか、彼自身がね心の中に持っていてあまり公にしていないことをあなたに話そうとするみたいな話はね、ここでもご紹介させてあげたんですよね。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もある。だから男性があなたに対して大切なものを委ねることが愛情表現の一環であるように、まあ、あなたも彼に対してね大切なものを委ねる。それは物なのか、まあ、形のない何か、まあ情報的な何かとかね、あなた自身の過去の経験とかそういうことなのかも分かんない。それは何だか分かんないけども、ただあなたにとって大切で他の人には見せないし話さないし渡していないことなんだけど、あなたにだからこれは言うよ、あなたにだからこれは預けるよ、あなたには委ねることができますよということを、まあ、示してあげると、まあ、それだけね自分のことを信じてくれる人、あ、じゃあ彼女が俺を裏切ることは絶対ないよね、彼女は絶対俺をね、傷つけたりはしないよね、じゃあ俺もそういう接し方をしよう、俺もね、ここでちょっとブレーキとか踏んでる場合じゃないなと、アクセル踏むかということで、あなたに対して一直線に走っていくというお話になっていくという、そんなお話でした。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、今の話にね若干近いんですけど、弱みをね見せてあげてください。ちょっと困ってるんよと、ちょっとね助けてほしいんよと、私ちょっとこういうことね頑張って今までやってきたんだけど、いまいちちょっとね力が足りなくて、この足りない部分なんとかあんたに補ってもらえないかなっていうふうに言われると、まあ、男の人というのは、頼られるとねそれだけでやる気湧いてきてしまったりとか、また頼ってきてくれる人に対してねやっぱりこう可愛いなっていうような思いがあったりとか、自分をね必要とされてるという実感をそこで感じることができるから、あ、俺に存在意義を与えてくれるんだこの人は、俺にとって大切な存在なんだというふうに思うようになる。そして何よりもやっぱり弱みを見せてくれるっていうことは、一個前の話に絡めてではあるんだが、やっぱり他の人に見せない自分の姿をわざわざ俺に見せてくれている。わざわざね大人になってさ、社会人にもなって、まあ、そうそうね自分の弱みを人に見せられることってないじゃないですか。それを俺に見せてくれる、あ、俺の前ではそういう態度を見せてくれるわけ、あ、じゃあもうそこまでしてくれるんだったらもう俺もねじゃあ一肌脱ぐよ、君のために頑張るよというような、まあ、気持ちになっていく。そして、先ほど申し上げたようにね、まあ、ちょっとマウント取れたりするんでね、マウント取れる分あなたに対して可愛いなっていうような気持ちも持つことができるし、これが四六時中ね、まあ、弱みを見せられるだけ、誰に対しても弱い私を助けてみたいな人だと、あ、ちょっとめんどくさいぞっていうふうに、まあ、思われてしまうことあるから、そこはね程度の問題という話ではあるんだが、まあちょいちょいね彼に対して弱みを見せる、日頃頑張ってるあなたの姿をね、彼に示す、弱みを見せずに、強いあなたでいるっていうことは、それはそれでね素晴らしいことだと思うし、そんなあなたをね彼もリスペクトしてくれると思うんだけども、でも時にね弱いあなたを見せるからこそ、単純なねリスペクトということだけではなくて、あ、やっぱり彼女のために俺力になりたいなとか、やっぱり彼女の力になれるのは俺だけなんだな、じゃあちょっとここでね俺は迷ってる場合じゃなくて、もう彼女のためにできることやろうということで、あなたのために頑張ってね、まあ、ブレーキ外して全力疾走で走っていくということに、まあ、なっていくので、時折弱みを見せてあげていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして、5番目はこちらです。はい、味方であることをね証明してあげていただきたいんです。まあ私たちはみんなそうなんですが、それなりにね社会経験を積んでいる以上、自分の立場があるし、そして自分にとってのね利害っていう問題があるじゃないですか。そして自分の立場を失うことになったり、また自分の利害を考えた時に損になるような関係とか、また結果裏切られてしまうような人との関係っていうのはなかなか作りづらい。あなたがそうだということではないし、彼がそうだということではないんだけども、でも誰かに対してそういう警戒心って無意識のうちに抱いてしまう。大人になればなるほどね、騙されないぞとか裏切られたりしないぞというような感情ってあるじゃないですか。いや、私はあんたのことを裏切らないよ、私はあんたの味方だからね、そんなことをちゃんとね彼に伝えてあげていただきたいんです。まあ、この場合の利害っていうのはねいろいろあると思います。例えば会社の中でね、あなたがまあそうね社長派ですと、で彼は、専務派ですと、まあ専務派の彼からするとやっぱり社長派のあなたとは付き合いづらいですよね。社長の悪口言ってあなたがそれをね社長にチクったりすると彼の立場が危うくなってしまったりとか、仲良くなることで、専務の情報を彼を通じてね、彼女が知ってそれを向こうの社長にね言っちゃったりすると、それはそれお互い立場が悪かったりすると、そういう関係でねうまくやっていくことができるかというと
なかなかどうして難しいこともある。だから私はね、いや実は私どこの派閥にも属していないよと、あ私ねアート専務派なの、私もね実は専務派だ、私専務のことすごい尊敬してるし、まああんたと同じね、じゃあ仲間であんたと一緒にね、社長の悪口言うわということで、まあ一緒になって社長の悪口言ってるとかね、まあ、日頃の行動がまあ彼と日々一緒になって、あまりねこう裏表がないような態度をお相手に見せていくとか、まあちょっとね、まあ、社長派が専務派かみたいな話はあんまりないとは思うんだけど、まあ言ってみればそういうねこうお互いの立場が、対立するような関係性であるとか、またそうなってしまうんじゃないかというような、まあ、利害が相反するような関係である場合に、まあ、そうじゃないですよ、私あんたを最後の最後まで裏切らないよ、いや別にあんたの商売で、ね、なんか仲良くなってなんかあんたのお客さんも持ってこうとかそういうこと考えてるんじゃなくて、私ねこういうことをやろうとしてるから、あんたとお付き合いしたいだけの話だから商売のこととか全く関係ないよとかね、まあ、そういう話とかをちゃんとしてあげて、裏切ったりとか、まあ、利害が相反するようなことはないですよということをしっかりと伝えてあげていただくことによって、あじゃあ大丈夫かというような、まあ、警戒心をね解くというか、まあ、その警戒心がないからこそあなたに対してねブレーキ外してよしと思って、あなたに対して恋愛感情を持ってあなたを奪いに行くことになっていくという、そんなお話でした。さあそして最後7番目はこちらです。はい、まあ、期限をね設けてあげることなんですよね。どっかでね彼がブレーキかけている、どっかであなたに対して恋愛感情を抱いてくれてるのは間違いないんだけど、まあ、どうもやっぱりこっちに来ないと、まあ、なんでかというと、まあ、やっぱり行かなくてもいいからなんですよね。なんで行かなくてもいいかというと、いつでもいいと思ってるからなんです。でもいつでも良くないんです。こっちはね早いとこうそうしてくれないと時間もないし、そうこう言ってるうちにね、彼の気持ちはどっかに移り変わってしまっても困るから、まあ、だったら早くこっち来いやというふうに、まあ、思うけど、彼にしてみればいつでもいいなと思っているんだったら、まあ、彼のブレーキを外すためにはね、ここでも言ってるようにもう期限を設けて、いついつまでに、私ねあんたと走ることはっきりできないんだったら、もうちょっと他の人に行こうと思っとるんよとか、まあ、この仕事ねもうすぐ辞めようと思ってるから、あんたとね会えなくなるね何月にはね、なんていうことを言ってあげると、おいおいちょっと待ってくれと、いろいろね理屈で考えてる場合じゃなくなっていくんです。ブレーキ踏んでる場合じゃない、もうこうなったらアクセル全開でね、その期限までにあなたを奪いに行かなければいけないと、まあ、そういう気持ち気持ちになっていくから、いよいよあなたに対して本気になっていくと、まあ、だからこんなお話差し上げましたよね。まあ、どうしてもねさっきも言ったようにいつでもいいなっていうふうにどっかで思ってる節があるからこそ、ブレーキ踏んでねのうのうとしていると、こういうお話の中でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てるので、このあたりもね参考にしていただければいいんだが、まあ、だったらちょっとね、いつでもいいわけじゃないし、あんたがねいつでもいいと思ってるかもしれないけど、こっちはそういうわけにもいかないから、ちょっとはっきりせよというような態度をあなたの方からねちゃんと示してあげる、だからこそ彼はあそうですか、じゃあはい行きますということに、まあ、なってね、ブレーキ外してアクセルドーンと踏んであなたの方に走っていくことになるので、まあ、これはあなたと彼との関係性という問題でもあるんでね、まあ、そもそもあなたのことをあんまり彼が思っていないんだったら、期限を設けようがどうしようがねしたことじゃないって話になってしまうかもしれないが、ある程度ね彼があなたに対して好意を抱きながらもどっかでブレーキを踏んでいて、1番目から6番目みたいな話をね全部解決したにもかかわらずいまいち乗ってこないと、どういうことだということは、もうあとはいつでもいいと思ってるということなんで、じゃあいつでも良くないということを、まあ、あなたの方から知らしめてあげて、ブレーキを最後そこで外させてあげていただくと、あとはねこっちに向かってきますよねという、そんなお話です。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。まあ、本来であれば、まあ、好きっていう気持ちであるとかね大切にしたいというその思いに従って素直にねあなたの元に走ってきてくれればいい、しかしながら、まあ、現実にはねそうはいかない、そうはできない、そんなね事情もみんなある。それはまあ男性に関わらずね女性もある、あなたもね好きという思いはあるんだけどなかなかそういうわけにもいかないよね、その気持ちに素直に従えないよねというような状況もあったりするじゃないですか。まあそういう時にね、あえてじゃあブレーキを外してアクセルを踏む、またアクセルを踏ませてしまうためにはということで、まあ、こういうお話ねご紹介させていただきました。まあ、逆に言うとね、じゃあちょっとこの人には間違ってもアクセル踏んでほしくないなとか、頼むからブレーキ踏んでいてくんねえかなっていう時には、まあ、これと逆のことをやってあげていただいたりすると、まあね、彼はそこでブレーキをかけるというか、まあ、あなたがね横から、まあ、助手席乗り込んでねサイドブレーキガッてこう引くようなことができたりするので、ちょっと
止まってくれるっていう時には、まあ、これと逆のことをやり、そして、ぜひねちょっとサイドブレーキも外して、ブレーキもね、足から離してちょっとアクセル踏めねっていう時には、まあ、こういうことをやってみてはどうでしょうかと、まあ、細かい話はね他にもいくつかあるんでしょうけど、まあ、代表的なものとしていくつかご紹介させていただいたんで、参考にしていただけるであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。